Hey, what's going on, guys? Arix here. Welcome back to another video for Ghost of Tsushima. And in this one, we are again going to be taking a look at the very beginning of the game. If you saw the other video I uploaded at the same time, basically I'm uploading two versions of the beginning of the game. One in just full color with English voices, the other one in the traditional sort of samurai cinema Kurosawa mode, which is in black and white with Japanese voices. So if you want that kind of old school traditional samurai movie feel, then watch this one. If you want to watch it in full color, then click the link in the description box down below, or just go to the main channel and you'll find the conventional playthrough there. Again, as a reminder, you can also play through it in full color with Japanese voices and subtitles. You've got a lot of options, but this way across the board, it means you get to sample both things. So if you do enjoy this, then a like would be super appreciated. Again, if you're excited for this game and you want to know more, then be sure to turn on notifications and keep it locked, because we've got lots of videos coming your way over the weekend showing you some stuff you want to get, where to find things, some guides, some tips, all that good stuff. So definitely don't miss it. こそ島の勇士、我らこそ物の札。では足立殿、奴らの息をくじいてまいれ。 よく聞け。腕に覚えのものあらば、いでよ。なだ、チムニだ。我こそは足立晴信、かの足立義信が五代の末裔なり。 Thank you.
に変えても前進せねばなるまいぞ。ご兵士よ、志村殿。おのおの敵将を逃してなるものか。者ども続け、猛虎どもの新手だ、切り捨て。残された道は一つ、敵将を見つけ出し討ち取るのみ。最後までお供いたします。よく申した。来たぞ、あれが敵将。覚悟はできています。ここで決着をつけるぞ。我が名はコトン、フビライのいとこ、チンギスの孫だ。聞け、お前は戦士だ、そうであろう。生涯を鍛錬に明け暮れ、勝てぬはずの戦にも全て打ち勝ってきたのだろう。だが己が刃を研ぐ間に我らの手はずは整った。学んだのだ、この国の言葉、しきたり、信仰、どの村を飼いならし焼き払うかをな。今一度己に問う、侍よ、我に下るか。
何してここへ。誰かが俺をかくまってくれた。その者がたちも。誰が歯を研いでおった。武士か。俺の鎧壊れておる。だがあるだけありがたい。やめろ。中に戻って早く。傷はどう？走れそう？ああ、おそらくは。たちは？ここにはない。私に任せて。ほら、隠れろ。ああ、殺さないで。死ぬことはおめでおめをたち。少しならあるから持って行って。どうなってんだ。太刀が欲しいならついといて。どれほど寝ていた。数日、島の半分が乗っ取られちまったよ。ユナ、後にして。くそ、かがんで。どうする。こっち待って。助けようなんて思わないで。民の命が。志村殿は行くそばにおられたか。地頭の知らないね。ユナ、待て。志村殿は俺の叔父だ。あんたが堺陣か。地頭の甥の。して叔父上は生きておいでか。おそらくね。猛虎に囚われてるけど。場所はわかるか。東の海岸沿い。兼田の木であろう。叔父上を捕らえたことで守りも手薄のはずだ。攻め入るなら今しかない。殺されるよ。だが無事にお助けすれば猛虎を打ち払うことができる。鎌倉に下踏みを送り、ご助力も超えよう。あんたが切られるのを見るために世話してやったわけじゃないよ。ではなぜ助けた。死なれちゃ困るからさ。手を貸してほしい。叔父上さえご無事なら対馬は助かる。俺にとっても唯一の身内。行くぞ。くぐって。きつくめ。今はこらえて行くよ。待って。騎兵だ。武装しておる。島中駆け回ってるよ。みんな奴隷にされたり殺されてる。通って。
よし。漁るとは野党だな。その時いるものをもらうだけ。俺の太刀もか。太刀は食べ物と薬に変えた。なんだと。怒るな。買い手を捕らえて取り戻してやるわ。空手じゃ心もとない。使えそうなものをもらっときな。娘というのか。持ち主はとっくに死んでる。我が名は酒井仁、地頭である志村殿の甥。臆病ではない。お前にかなう者はいないな。だがまだまだ太刀に振り回されておる。稽古中です。父親の武具でか。これは酒井家の宝刀。戦を鎮め命を救った太刀だ。殴られたのか。いえ。身を守る術を教えてやろう。心得ています。刃を操るには何よりもまずその心を鎮めねばならんぞ。できます、おじ上。そうか。稽古の成果を見せてみろ。わしを撃ってみよう。はい、おじ上。さあ、撃ってこい。よろしい。さように戦えれば、あざをつけられることもなかったな。不意をつかれたんです。では、そのあざをつけた者が戻ってきたら、汚い手もためらわぬ相手から、いかにして身を守る。そやつの目に砂を浴びせ鼻を折ります。それからめった打ちにしてやりましょう。それは誇りのない安き勝利だ。武士たるもの敵が卑劣であろうと自らは堕落することなく己の義を貫け。忘れてはならぬぞ。はい、おじ上。ではわしの防御を崩せ。酒井仁が勇ある武士だと示してみよう。やめよ。高さんだ。加減しましたね。しておらん。太刀であったらわしは死んでおった。嘘です。お前に嘘をつくものか。よし、次はわしの攻めを防いでみよう。手心を期するでないぞ。よく防いだな。
良い構えだ。疲れた。休みませんか。まだ終わってはおらんぞ。腹を据え痛みに耐えてみせよ。よし。では受け流しを教えよう。わしの動きをしかと見ていろ。打ち込まれたらすかさず防げ。覚えが早いぞ。無意に動いてはならん。まだ攻めるな。撃たれる寸前に受け流すのだ。上達しておるな。良い構えだ。休まれますか。お前の相手で息を切らすほど置いてはおらん。それでは槍が相手の稽古を始めよう。わしの槍をかわしすかさず切り返してみよう。よし、その息だ。良い切り返しだ。うまく避けたな。良いか。かわしたらすぐさま攻めろ。わずかな反撃の気を待ち生かせ。どうだ、いかなる武具もいかなる兵も打ち破る手はある。ご指導痛み入ります。終わってはおらぬぞ。さて陣よ、わしと刀比べをする気はあるか。あざができますよ。大口を叩くな。一つ賭けでもしよう。先に五本打った方が有言を決めるとする。ではタコにしましょう。お見事です。うまいぞ。腕を上げ。飯の前にあと一つだけ問おう。代々当家の武士は規律を守ってきた。何を重んじてきたか分かるか。主への忠義、己を律すること。あと申してみよう。誉れ、勇猛に戦い堺の家を守ることです。それは父の言葉であろう。お前にとっての誉れとは。それは民を守ること。己を守れぬ者らを。お前は優しいな。だがまずは主に仕えながら皆に示すのだ。勇気と真偽と節制と。たやすく思えますか。行うは形だ。わしも日々苦心しておる。しかし我らは規律を守ることで民の模範にならねばならん。もちろん武士にとってもな。それが誉れを売る道だ。I've not tell samurai。 馬はどこにおる。馬屋にいるかも。来て。騎兵だ。我が物顔で走ってる。馬屋はどこだ。燃えてる家の裏手さ。おいで。近づけそうだ。後ろから喉をかっ切れば静かに殺せる。誇りはないのか。道理に背くつもりはないぞ。来い鬼畜ども。
ゃないだろうね。もう隠れんたちも取り返した。ちょっとあおれたうえいもう気がする。ありがとうございます。お侍は皆死んだと聞きましたが。どこかにかくまってもらえ。小金寺に行こうと思います。よし、カイドウは避けよう。必ず息子を守るのだぞ。あんた無茶ばかりするね。あやつは戦えぬからな。それにこれ以上見殺しにはできぬ。あんたなら大勢を救える。弟が猛虎にさらわれた。だから俺を助けたのか。私にはあの子しかいない。叔父上がお待ちなのだ。頼む、高さへ戻ればそれでいいんだ。叔父上をお救いした後でいいのならば探してみよう。一緒に行くよ。馬屋はすぐそこだよ。ヘルペシュ、ボイチこやつらは軍馬、浜に連れて行かなかった馬だ。命拾いしたね。運がいい。どの馬に乗りたい？どうどう。似合ってる。名をつけねばな。空、変なのかけよう。城の中だね。壁は高くて越えられないね。騒ぎでも起こして忍び込んでみる。いや、大手門から入る。ハーンは足立殿を生きたまま焼き殺し、叔父上を辱め武士を皆殺しにした。この恥はすすがねばならぬ。正面から突っ込んだらお仲間と同じ目に遭うよ。猛虎もそう考えるだろう。だがこたびは俺が。お主はここで待っておれ。志村殿を返してもらうぞ。運転と死へうへ。エネンド父さんに。であろう。この音何？分からぬ。だがおそらく猛虎の兵器。無理だ。お主は戻れ。一人で逃げ道を探しておけ。叔父上を助けたらすぐに引く。馬も用意しとく。頼む。俺が戻らねば森に逃げろ。
リーチパス。うん。聞いておるぞ、酒井陣。こやつに見せてやる。己が我に蹂躙されて情けを乞う姿をな。陣。さあどうする、酒井陣。Thanks so much for watching, guys. I hope you enjoyed that video. Don't forget, if you haven't already done so, you can join the Arix Gaming Discord. We've got an awesome community over there with so many different channels for you to chat loads of different topics and different games. I'm in there, the team's in there. If you guys want to chat with us, find people to play with, it's just in general a great place to be. And of course, if you enjoyed this video, don't forget to turn on those notifications so you don't miss any of our future uploads.